田中拓也は、日本のファッションブランド責任者、東京都出身。1997年エドウィン二代目社長の常見、キーチに指示し、輸出入事業に携わる。ショットブランドに携わった後、カーハート、日本代理店のセールスマネージャー、プレス業として、クラブイベントの現場盛り上げ役として、当時の責任者の良き右腕として、一役を担う。その後は、 展示会の最終責任者として、現場立案者の最終承認者として君臨した。その後、アルファブランドのセールスマネージャー、プレスを経て、現在は株式会社、エドウィンの事業部長。MA1 のタイトモデルが日本人体系に必要と感じた社内からの声を最終的に責任者として承認したり、赤いリボンがアメリカ本国モデルに装着したことで、 日本企画にもそれに応じてつけることが好ましいと考えた企画会議にのっとりリボンをつけるに至った。現在ブランド責任者ではあるが実際の企画には直接的には携わることは少なく現場の責任者に任せている。ファッション雑誌だけでなくゲーム雑誌やサバイバルゲーム、バイク雑誌でもブランドの広告等として取り上げられることも嫌いではなく多く出演している。 著書アルフェーデストリーズオフィシャルブック2014年10月23日コスミック出版ありがとうございます。